皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青鬼オンライン、じゃあしんちゃんドロップキック X やっていきたいと思います。さて今回やってるのは4回、どんなステージだ。倍速になっているぞ。トゲは鉄球に気をつけながら鍵を集めて扉から脱出しよう。あはーん、あーこれ嫌な予感しかしない。あーでもちょっとスピード弱くなってる。あーなるほど、これ確かあれだよね、なんだっけ、マライオンティーあたりのステージだねこれね。さて、あーでもこの鍵を取るっていうのだけでだいぶね、だいぶ緩和されたりはしてる感じですけども、さてどうなってくるか。でも5つもゲットしなくちゃいけない。戻ってくるのも一苦労しそうだし、下にも何かあんのか、どうなんだ。 OK、 こういっていいよ。でまだ青鬼が出てくる気配はない。残り13秒。さあこっから行ってっていいよ。これで3つはゲットーって、 OK。 さあこレア王にやってて倍速だから、でもチューン。さあ失敗しちゃった。あぶねえバードを出そうと思っちゃったら、あーやべ。さあもう一回来たぞ。ここで今のところね、あの青鬼が出てくる気配が全くないんだよね。どうなってんの。あったー、いやーもういやー。さあもう一回レッツゴー。ですね、青鬼がね今のところ出てきてないんですけど、大丈夫かなこのゲームおや、青鬼のゲームだったよねという感じでやってて、さあ一つ目、まだ一つ目で二つ目、こっちは出口に向かって逃げるところ、開けといた方がいいのかな、あそこどうなんだろう。まあ、ただ普通に正規ルートで行ってでも3つしかゲットできてなかったから、こっちへ行き、まあ多分ここら辺に4つ5つとあるんでしょう。エグジット、なんかあんましエグジットしない方が良かった感じがするけど、多分青鬼がショートカットでこっち来ちゃうよね。それか来てる最中になんとか巻くか。さあ青鬼が出てきたぞ。どれぐらいのスピードで出てくる。かかってきてほしくないけど、かかってこいかかってこいよ。さあどんな感じで出てくるかな。そろそろ岩来るよね。お、来た。あやばい、エンカウントする。ほっほっ、どっから来る、どっから来る。あったオッケー。さあ初めて青鬼が出てきて、でこう、まあ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 、なんかでも倍速のスピードこれで等速に逃げてるから、まあなんとか距離を、それなりの距離を取れば大丈夫そうな感じはあったよね。ふんふん、冷静にやっていこうか。こう言ってこう言って、やっぱりね、あの最後の最後で慌てちゃうとダメだから、こっちをラストにした方がいいんだねきっとね。こう言って、でおそらくだけどこれ4つ目でしょ。で5つ目、で出てきた。あよ。で一回かわして。でできればそこの出口のところで、あ鬼が来てる姿を見ておきたいけど。どう来るかな。一回行ってみっか。一回行ってみっか。行くぞ。はい。あ
ああ、こっちから来た。こっちから来たよ。で、こっから、一周できるから。なんてこと。なんてこと。なんてことをしたんだ、俺は。OK。でもなんかね、もうやり方はなんとなく分かったよ。ルート的なのは、だいぶ、ああ、びっくりした。今、鉄球に時間差で当たったのかと思ったよ。やめてよ、そういうの。さて、こっち行って、よいしょ。さて、ボンミスを続けてて、で、こっち行ってて、順番が、どうだったっけ？下からだっけな？確か、俺がいつも行ってたのは下。で、こっちが出口なんだよね。行くぞ、行って。ここが一番行くのに効率良さそうなんだよね、逃げるためには。だから、できるだけ青鬼が来たら、あそこを使いたいんだけど、ただ覚えてる自信がない。あ、危ね、危ね。いや、俺の親指がね、今本当にプルプル震えてるよ。なんかゼリーみたいに。OK。で、あそこ来たね。左にいて。さあ、どっちに来る？ちょっと今なんか左にちらっと見えたもんね。で、こっちがどうだ？どう来る？どう来る？横切る？ここはやっちゃいけないのかな？ここで本当は前に出して、下にやってっていうのを繰り返してやって、青鬼を閉じ込めたいけど、どうだ？ここを出したら来るってことか。でも多分そうだよね。これでこうやったら、そうだよね。来るんだよね。青鬼がこっち来る。青鬼が来る。さあ、逃げるぞい。まあ、これで、多分、まっすぐ出口に行ってもいいような気がするけど。でも、ここまで来たらもうまっすぐ行く。どこやね？どこやね？どこだ？ あれ？意外とあれかな？むずいな。なんか、プチ迷宮みたいになってるよね。だから、多分、矢印と反対の方向にきっと進んでいかなきゃいけないんだけど。俺、今の脱出できたけど、ルート間違えたね。おのれ、青鬼め。まあ、最悪わからなくなったら、矢印と反対方向に行けば、クリアできるという寸法か。なるほど。じゃあ、こっちに行こうか。ここ行ってて。で、ぐる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 。で、ここはもう大丈夫だから。結構迷いそうだね、ここね。なんか、こうやって、何？いやー、あれ失敗したね。意外と迷うな、ここ。青鬼に追われてない状況だったら冷静でいけるけど、やっぱり追いかけられながらだと、やっぱりなかなか厳しいものがあるね。あー、危ない。 さっきからこの親指がね、この1マス分から2マス分のこの移動とかしてると、くるってくるんだよね。それの繊細さが欠ける。さて、こっち行ってて、ここはまだ行けるはず。いや、やめておこう。よし、そう、これで安全で、あぶねえ。今2マス進もうと思っちゃったよ、本当に。で、こっからもう1個上か。もう1個上に行って、で、こっから来んのか、もう。おのれ、青鬼。よっ。は、すりゃ。で、ここで早々に脱出して、で、こっち？
こっちにあったっけ？下にあるね。下にあって。ああ、それ当たんのかい！ああ、来たぞ。来たぞ、来たぞ、来たぞ、青鬼が来たぞ、えい！オッケー、ここまで来て。で、こっから、ここ出たら、下行けば出られるはずなんだよね。だから何とかして青鬼さんを巻きたいんだけど、どうだろう。一周してきてくれるかな、ここで。ここでちょっと待ってようか。必ず来るはず。これできたよって言って。惜しいよ。惜しいよって言って。どうだ？もしかしてここを開けた瞬間に青鬼が出てくるのか？さあどうだ？こっちから来る気配は？ない？どうだろう？そっち行きたくないんだよね。あ、来た。オッケーオッケーオッケー、行ったよ。じゃあちょっと時間潰して。これもさ、どれぐらいだろうね。これぐらい。行くぞ。で、こっち行ってって、で最後5つゲッチュして、で、こう行って、で、この矢印の反対方向行けばいいから、よし、行ける。で、これ鉄球巻かしてミスるなよ。よし。よし。よっ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 。乗らないか。っていうかもう、青鬼に追いつかれるっていうよりも、倍速になった時のこの、針をどう踏まないかだよね。本当に。青鬼に捕まったの、今回のゲーム、今回のこのステージやってて多分一回もないもん。一回だけ？一回だけある？いいけど、多分俺の記憶する限り一回もないし、青鬼来ないし、早く来てくれないかなって思うし、どうする？あと残り100秒とかで。で、しかも俺今ここに止まってるからさ、動くと銅像動いちゃうんだよね。まあ別に一周してもいいけどさ、でもかなり不利だから早く来てほしいんだよね。どうする？で、こう来るとそうだよね。こっち来るよね。わかる。くそったれが。さあ、こっち行ってって。で、倍速で向こうが来るから。で、もう一個下だったよね、確かね。やられたよ。やられたよ。だが、まだ俺は諦めない！うっ！よ。まだ、俺の方が、スピードが上なのが、唯一の救いだよ。で、こっち行ってって、もう一周したらいけるかな？こっち、いやーでもいけないか、ダメか。うっ、よっ、ほっ、ほっ、さあツーリングしようぜ、青鬼。で、こっち行ってって。で、そうだね、ここでこう行ってって、倍速だったらまだいけるね。俺の3倍速をかわしたこの腕を見よ。で、こっちか。あ、あ、で、そうか、そうか、ここ、当選棒されたからいけないんだ。あーもう切れんのかい。うわっ、いや、よし、でもいける。うお、負けない。諦めない。諦めない、この心。ドロップキックをかます、この心意気。あ、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 違う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 。何やってんの、何やってんの、何やってんのよ、あんた。さあ、こっち行ってって。よし、今度こそいけるぞ、今度こそいける。よし、ゴール！よっしゃ。いや、時間かかった。いや、なんかなんつうの、動画の総数っていうか、クリアまでの難易度的には、そんなことないんだけど、41分か、やったの。なかなかだったな。いや、よかった。まあ、でもとりあえずクリアしました。ああいう感じでね、まあ、てか、うん、なんだろう。青鬼に追いかけられるっていうより、鍵を取るまでのトゲのボンミスでやられるね、あのステージはね。そんな感じで、親指の繊細さをね、やれば多分きっとクリアできると思うので、皆さん頑張ってやってみてください。それでは今回はここまでです。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。